はい、どうも原田バロルチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。5億年ぶりぐらいに僕のグッズが発売したということで、冬こっちおいで。まあ、この動画が上がってる日から5月3日まで予約受け付けてるらしいんで、興味ある人は買ってみてください。この期間限定だけの予約受付で、発送は6月の頭ぐらいからになるらしいです。まあ、さすがにこれだけだと動画の内容が薄すぎるから、なんか一緒に来てた健康診断の結果、まあ、僕最近健康診断受けたんですけど、まあ、基本的には悪いところなくて、まあ、書いてある内容としては、体重が標準より少なめなんで食事などの日常生活に注意してくださいってことと、なんか一個だけめちゃくちゃ怖いのが書いてあったんだけど、 ALT が高値です。食事などの生活習慣にご注意の上、1年後に経過観察してください。心電図検査の結果、1年後の経過観察が必要ですとかいう、なんか怖いワードが書いてあったんですけど、これ ALT って何？なんかネットで調べた感じによると、 ALT が高値だと肝臓がやばいらしい。肝臓がぐちゃぐちゃになってるらしいよ。おわ終わり。肝臓ってなんかお酒飲みすぎとかで悪くなるイメージですけど、運動不足とか外食が多く不規則な食生活やってるやつとかも危ないみたいな書き方書いてある。ふーん、はい、っていうお話でした。まあ皆さんもね、まあ生活習慣には気をつけようというお話と、グッズ販売してるんで買ってくださいっていう、そういうお話でしたね。うーい。